庶民に重い負担を押し付ける消費税、なんでこんなに引き上げられてしまったのか。それは自民党が応援を受けている財界団体の大企業で作る経団連、その要求に応えているからであります。この前の予算委員会で私この問題を取り上げました。この間経団連大企業の皆さんは自分たちが都合がいいように法人税率は引き下げて消費税は引き上げてくれ、こういう虫のいい注文を行って、で実際どうなったのか。2003年から2023年の20年間で法人税率、基本税率は 30% から 23.2% に引き下げられました。一方で自分たちが払わなくてもよい下請け企業や皆さんに押し付けることができる消費税は 5% から 10% へと引き上げられた。で結局消費税というのは社会保障のためではなくて大企業減税の穴埋めになっているというのが実態だ。でこんなことになるのも皆さん、この経団連会員企業から自民党への企業献金、この20年間で464億円、まさにこんな金まみれの癒着の政治が庶民に消費税増税を押し付ける、こういう政治をきっぱりと転換をしていくのが日本共産党です。大企業や富裕層の皆さん、大分の税の負担を求める、こういうことを通じて消費税の減税実現をする日本共産党を大きく伸ばしてください。